皆さんこんにちは、鈴木太郎です。今日はですね、二子玉川にあるバッティングセンターアメリカンスタジアムに来ております。今日はなんと鈴木隆弘がホームランを打つという企画でございます。まあね、これね、なかなかいい感じでやばいよね。うん、やばかったですね。まあ僕もね、ダイソーのスペシャリストって言われてましたけど、一応バットは持ってきてましたから。2016年まで現役をやって、はい、4年間ブランクありましたけど、相当いいわ、取れてます、はい、僕が話すことでもね、実際皆さんにね、見てもらいたいんでね、僕の合図でいきますよ。いいですか、見ててくださいね。リーリーリーゴー。高原さん、はい、あの始まりますけど、何球で達成しますか？3球以内。3球でいきます？一応あれですよ、目標はあの角度というか。一応難しいよね、あそこでしょ、あの丸でしょ。はい、あの丸にめがけて。あれだとどうしてもね、ホームランの角度じゃないんで。あ、ホームランの角度じゃないですか、あれで、うん、ライナー系を打つつもりで、はい、ライナーでも少しこうちょっとトップをこうスピンかけるような感じでいけば、はい、いけると思うんだけど、はい、3球以内でいこう。3球以内であそこの的に当てるつもりでいくと。つもりでいく。分かりました。初球から当てるつもりでいく。了解です。じゃあそれでいきましょう。惜しかった。角度良かったですよ。3球過ぎちゃったよ。早くも。ほう。ね、狙ってますか今。おお。今の惜しい。いやー惜しいなあれ。センター返しっていうけど、センター返しめっちゃ難しいですか。ホームランバッターじゃないから、角度上げるのがすごい難しいんですよ。軟式の角度の上げ方と公式の角度の上げ方って全然違うんですか。違うと思う。打った打球がちゃんと反発し合うんだけど、公式の方が、はい、でも軟式の方がボールが潰れちゃうから多少上がったりとかするみたい。なんか言い訳にしか言ってないんだけど。残念ながら3球でというのはもうちょっと特に惜しかったんだよね。いや惜しかったですね、うん、でもまあキャンプだと思って、はい、できるまでやろう。頑張りましょう。高田さんの体力を持つ限り、いや持つ限り、はい、結構汗ばんでるけど。よし、こうなるんだよね。はいはい。調子。今何センチ？1メーターなかったんじゃない？惜しいわ今。いやでも当たってないですから。当たってないですから。わあ。いい感じなしや。ちょっと後ろ側に立って、はい、ここのラインだけ出せばまっすぐ行くかなって感じはつかめる。角度超良かった。あー角度超良かった。あーあー、あの辺には行くんだね。バッティングはいいんだけど、あそこに当てるゲームだから今日は。そうなんですよね。なんとか当てたいのに。いや行きましょう。なんか嫌だよね、その行けそうな感じを出すっていう。俺も95点ぐらいのところはだいぶ行ってるんですよね。あともうちょいなんです。はい、やりましょう。やりましょう。あー惜しい。今の超惜しいな。
戻り今の押し今日一じゃないですか今の今日一かね今日一ですよ5、6球ぐらいあったよねありました惜しいのがねおい、もう一回、もう一回高原さんあれ、あれですか左もありますけど頑張れ、正直頑張れでも当たってるように見えるね当たってるようには見える、ね、ほぼ当たったほぼ当たった認定これがいいか、うん、4だうんなるほど。下を使って。こっから角度上げるのだと、やっぱステップが必要なんだよね。うん。当てて。200以上やってますホームラン性の打球がたくさんありましたけどね的はやっぱり厳しかったですね1メートル30センチぐらいは行ったんだ3、40センチぐらいは行きました、まあ、これ初めての企画だけどもうリベンジ決定だねまた行きましょうああ次こそは何時間打った1時間ぐらい打ったでしょ1時間打ちました、ね、ずっと打ち続けてなんかね途中から俺も声出さなくなって真剣になっちゃったもん、ええなんとか当てたかったんだけどね、はいまあ、時間もあることなんでもうピンポイントって結構ねプロの選手でも難しいと思うようん、うんうん、僕らはこう使うからねはいはいはいこう使っていくかなここのアメリカンスタジアムのバッティングセンターのすごいいいところはまずこんなにこう機械がね、2、4、5、8つ、はい、8打席打てる場所があってしかも90キロ、100キロ、110キロ、130キロあとしかもここが真ん中が使えて1台だけちょっと違うでしょそうですね、両打ちゲージになってますね、ここだけ、はい、で高さの調整もできるし、はいですから小さい子から大人の人まで自分の好きなコースを設定して打てるようになると思うし、うん、あと変化球もここにちなみにカーブってあるんですけど、はい、カーブもできるしまっすぐと変化球の組み合わせでランダムっていうのもただマシーンだけ打つんではなくて実戦形式で来た球を次はまっすぐ次はカーブだってい う反応の練習もできるんですごくいいバッティングセンターだと思いますし、はい、ああやってスコアボードとか見えるでしょ、はい、これだけ広いとやっぱり打った感じってどのぐらい飛んでるのかなって方向性がすごい見出せるからなるほどちっちゃすぎるとあんまり方向性が分かんないじゃない、うん、高さとか、うんもそうだしああいうこう目標物があるとあそこを狙おうかなとかにもなると思うんで非常にバッティングセンターとしてはクオリティの高い、バッティングセンターだと思うねいろいろ狙いを定めて練習できたりすると、うん、あとはやっぱり自分のバットを持ってくるってことだね、うん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 、皆さんバッティングセンターにはマイバットを持参で来てください、はい、次回から私も軟式用のバット今すごくいいらしいよねちょっとねバッティングセンター安行をちょっと目指してるので、はいちょっと買い揃えましょうかそうですねあとは僕の技術をちょっと磨いておきますはい皆さん今日はすいませんでしたまたリベンジしますリベンジしたいね、はい、いやほんのちょっとだったからはい来てる方ね、うん、ぜひねあの高浦さんここのバッティングセンター挑戦してみてはとかねあれば書いてもらえればねそうなんか全国のねバッティングセンターも巡りたいと思いますしバッティングセンターによってもコンセプトが違うと思うんで今日のコンセプトはもう台数が揃ってるとで変化球そしてまっすぐ、球速の変化、そして、ランダムで打てるとそういったこうすごい、
利便性があるというかね、多機能なんで、ぜひアメリカンスタジアムのバッティングセンター、ぜひ皆さんお越しください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。今後もよろしくお願いします。鈴木貴之でした。